やすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ様です。おやすみなさい。ありがとうございます。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。眠眠いですね。眠い。朝テンション違うね。ということで本日なんですけれども、大阪に来ております。はい。で本日が試合なんですけれども、はい、ホテルに前乗りで泊まっておりました。で今日青野美久選手、青野美久選手も一緒にホテルに泊まっております。なのでこれは何か使えないかなと思ってもうありがちではありますけれども、寝起きドッキリをしたいと思います。人生で一度はやってみたかったドッキリなんですよ、うん、やってみたかった。私もやられたくはないよね。やられたくはない、絶対やだ。私もやられたくはないの。でもやってはみたかったから、うん、このヨピマイでミクさんを遅刻しないように起こしてあげようかなと思っております。どうですか、なかなかミクさんの寝顔とかを見られないからね。ね、仕掛けの楽しみですね。楽しみ。初めてだから多分起きちゃう可能性もあるんだよね。ちょっと不安でね、昨日じゃじゃん抜いてきたカードあの部屋のカードです。気づいてなかったよね。多分気づいてないんじゃないかな。気づいてたら LINE 来るよね。これは入り口のところに刺したら電気がね、うん、電気がつくやつ、はい、つくので、これを別のカードに入れ替えました。悪いなのでこれでミクさんの部屋には入れます。犯罪です。これでね、はい、どうやって起こそうか、どうやって起こそうか、楽しみ楽しみです。じゃあちょっとね頑張っていきましょう。気づかれないように行ってきます。行ってきます。何時間寝ました？3時間ぐらいかな。ですよね。待って、どこ室だっけ。ちょっと待ってください。ちょっとやばい、忘れた。待って、何個室だっけ。やばい、やばい。ここら辺だっけ。ここじゃない。やってみる。違う、これ、これじゃない。
持ってまーなんで持ってんのえミクさん、おはようございます。おはようございます。今、大阪だよね大阪ですなかなか見られないミクさんの寝起き、ね、待って、そういうテンションじゃないから今朝ですよ、遅刻しちゃいますよあのさ、えちょっと待ってね起こしに来ただけありがとう、今何時に起きなきゃミキさんがね、遅刻しないようにと思って、はい、頼んだっけなんか頼まれた気がして、昨日の夜すり替えましたそうだ、だってその電気消えちゃうよね。だから、うん、昨日別のカードをちょっと差し込んで鍵をちょっと抜き取らせていただきました悪い子だびっくりした。あ、なんかもう起きちゃったかなって思いました。入り口のとこでしょ、あのガチャってちょっと音鳴らしちゃってゆきさん、これあれあれ、そういうの取らなかったあ、目覚ましなっちゃったあ、いい時間だったんだねちょっと、しっかりないで、しっかりお酒飲んで晩酌してから寝てましたさすがです。ぐっすり寝れた。さすが大阪を満喫しているはい、ミクさん寝起きドッキリ大成功優しいイエーイって言ってくれる優しいミクさん、はい、お返しします。そうだね、それは返して絶対やったー悪い子たちに気をつけてください今度の遠征は次はあなたですドーン